いいと思う？どれでもいい。そんなこと言わずに。さあ、選んで。私があげたやつだ。そうだったか。もしかして気に入った？もうちょっと必要かな。次どれにする？いいね、花言葉純真なの。かなり貴重だね。多めにって言ってたし、もう少し持っていこっか。まさかの猫じゃらし。さすがクラウド、みんなびっくりすると思う。これでよし、リーフハウス行こっか。いいから優しく運んでね。俺には向かない仕事だ。そんなことないよ、人気出ると思うな。お花どんな風に飾るのかな。さあな、後で見に行こっか。俺はここで待つ。うん、わかった。でも退屈でしょ。街見てきたら。はあ、もう一級品だよ。いい買い物をしたね。あ、お前は。エアリスは？リーフハウス。クラウドさん、お忙しいようですね。でもご協力はお願いします。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウドさん、重大なお知らせです。これまで不可能とされてきた召喚マテリアを合成する仮説を立てました。召喚マテリアは天然物だけという現在の定説を覆す大発見です。クラウドさん、召喚マテリアの検証を頼みます。携帯バトルシミュレーターを使い、仮想空間で召喚獣データと戦い打ち勝ってください。どうやってデータと戦うんだという不審を検知。10
準備ができたらお声掛けください。扉にはクラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。バトルレポートのデータ提出をお待ちしています。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。では携帯バトルシミュレーターを装着してください。出番だ。
受けてやる。ゆっくり休め。どうってことない。お見事でした。シヴァの召喚マテリアが完成しました。さあ召喚マテリアを受け取ってください。氷の女王の冷たい微笑みはクラウドさんにぴったりです。いつかシンラを倒すその日まで身につけていてください。続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。またやりたいな。噛まないよね。もっと噛め。リックス兄ちゃんがくれた。何かあったのか。うん、子供たちの遊び場でちょっとね。遊び場に黒い服の人が入ってきて、怖がった子たちが外に出ちゃったんだ。タークスか。うん、違うみたい。ボロボロのマントを着て、いつも街の中をフラフラ歩いている人、病気なんだって。あと腕に数字が書いてあるんだ。心配だから私行くね。俺も行こう。似た男を知っている。うん、こっち。の秘密基地、いつもは子供しか入れないんだけど、それどころじゃないね。麦、帰ってきた。エアリスを連れてきた。もう大丈夫、私たちに任せて。でもモンスターが出るんだ。安心して、この人すごく強いんだから。元ソルジャーだ。黒服の男は。わかんない、いつの間にか消えちゃって。今は子供たちが優先だよ。こっち。エアリス、兄ちゃん、青いのね。ここから出ちゃったんだ。気をつけてね。みんなどこかな。子供の行動は予想できないからな。探し回るしかない。うん、急がなくちゃ。なんと。やっ、それ。仕掛けだ。どけ。やっ、不運を恨め。
歩いた。やっ、連携しよう。いいとこ見せなきゃ。運んで、私の思い見てて。やっ、この程度吹き抜ける風に乗せて。そっちは大丈夫。俺が出る。ここまで。よかった。抜け。取れ。そっちは任せる。私の出番。下がっていい。消えろ。
風に乗せて来ないで。飛んでくれ、お願い。今行くね。邪魔だ。隙を作る。不運を恨む。違う。ムキになってる。そういうんじゃない。でも説明できそうにない。そっか。ありがとう。今度何かあったらすぐ大人を呼ぶこと。うん、そうする。これ助けてくれたお礼。エアリスとクラウドは大人だけどもう仲間だから、いつでも遊びに来てよ。
丈夫、大丈夫だから。待て。似たような症状の男が隣に住んでいる。あれ、なんだろう、数字の2、入れ墨か。そういえば、リユニオン。恐れることはない。セフィロスを知ってるか。英雄セフィロス、5年前不慮の事故で死亡、ニュースでやってた。実は生きているのかもしれない。そうなんだ。行こう、クラウド。もしかして神話に出てくるあの、あれ、クラウド、何でも屋の仕事する気ない？見回りをしてるといろんな情報が集まってくるんだ。仕事になりそうな話もあるんだけど。私やりたい。まだ時間あるし。仕事中だ。掛け持ち頑張ろ。いろいろ情報を集めるから時々声をかけてみて。さんですか？元ソルジャーの。今は何でもや。ねえフォリア先生、怒ってる？はい、怒っています。見回りに出た子供たちが帰ってこないんです。約束した勉強の時間なのに誰も。見回りってハウスの子供たちがやってる恩返しだよね。ええ、寄付のお礼にゴミを拾ったりお使いをしたり、かなり好評なんですよ。そのあたりで見ませんでしたか？はあ、私夜に予定があってその支度もしなきゃいけないのに。探してくる？ありがとうございます。見回りに出ている子供たちは5人、手作りの剣を背負っているのですぐに分かると思います。エアリス、どう？お花、なかなかいい感じに飾れてるでしょう。うん、とっても素敵でしょ。そういえば、さっきエアリスの家の方に神羅の人がいたわよ。ほら、黒いスーツの怖い感じの人。ごきげんよう。待ち伏せ？エアリス、これが新しい友達か。新しいって人聞きが悪い。なるほど、魔法の目だ。メノンをやったのはこいつか。俺だったらどうする？事実確認、上長に報告。行こう。
ルード、悪い人じゃないから。その通りだが、エアリス、俺たちは舐められたら終わりだ。悪く思うな。思った通りだな、うん、タークスなんて見かけ倒しだ。お前もな。暴力反対。下がってろ。そっと包み込んで。どけ。殲滅する。細胞の鍵返させてもらおう。やってみろ。飛んでけ。かけた。ソルジャーか。クラスファースト。よし、まった。集中していく。吹き抜ける風に乗せて。しまった。帰る気になった？いや、楽しくなってきた。まだやる？仕事だからな。仕事は選んだ方がいい。今日は悪い。当たる。気をつけろ。クラウド、強いでしょ。これぐらいのやつはゴロゴロいる。一緒にするな。そうか。相棒の借りは返せそうか。ああ、順調だ。吹き抜ける風に乗せて。ヘチだ。死ぬなよ。狙うぞ。沈め。暴力反対じゃないのか。仕切り直す。お願い、今日は帰って。
そうもいかない。おい、ルード。お楽しみのとこ悪いが、7番アイスダムの件で緊急要請だぞと。今すぐ戻ってこい。わかった。事情が変わった？そんなところだ。しばらく家にいてくれ。それ苦手なの。